画像が入ったタブレットは知らないの。あーなんかそんな話あったな。どこ行っちゃったの。いや本当にな、すごいな。さあじゃあパー、そうかそうか、あステラとかいいんだ。さあパーティー潜入だ。このカーテン入る、まだ入るには早いよな。あステラめちゃくちゃ並んでんのに割り込んでいいかな。ごめんね、めちゃくちゃ綺麗だな。あなた、あなためちゃくちゃ綺麗ですね。よし話してみるかステラと。確か賄賂は渡したはず。世界の終わりへようこそ。荷物があったら預かるけど。特にないわ。うんいい。ところで姉さんはドレスコードって言われたのにな。あどうした。ていうかさっきも姉さんのことを聞かれたばっかりなんだ。クロエにか。そんなに嫌いなの。そんなに嫌いなのって聞いとくか。どうしてそんなに嫌ってるの。当然ではあるんだけど。ちょっと理由が聞きたくて。乱暴者だし、ウォーレンに怪我させたし、それにあいつの目見たことある？濁ってギラギラしてる。確かにね。気持ち悪い。そう。ところでどうしてここにいるの？ボルテックスクラブに興味があったなんて意外。ただのバイトだよ。バイト？誰に頼まれたの？いや様子はどうにしとくか。あんま詮索すんのもな。クラブの様子はどう？何か変わったことはない？別に誰もケイトのことなんて気にしてない。ああなるほどね。にすれば確かにね。私が言ってないからそう思う。いやそんなことない、そんなことないよ。お前そんなことないよ。お前そんなことねえよ。いいし誠実だし、すごく。どうしたお前。きっといつか成功するよ。 ありがとう。そう言ってくれると嬉しいけど。ねどうしたの。真剣な顔して。ちょっとね、姉さんを探さないといけないの。彼に会ってもあんまり近い。そうだね、女の子誘拐してるかもしれんしな。どうせここで仕事してるだけだし、もし姉さんが来たらメール。わあありがとうステラ。ステラ素敵。まだ姉さんは来てない。あありがとな。ステラ、あれいいのこれ。カーテン勝手に入っていいの。もうそういう感じの展開なの。うわめちゃくちゃパーティーしてんなお前。上着脱いでるってどういうこと。うわパリピやな。さすがにこんな学生生活は送ってねえな。やばいな。まあまあまあ金持ってないと無理だもんな。こんなすげえな。飲み込まれそうだわこの世界観に。すごいな、別の世界みたいだ。はあ、何すりゃいいのこれ。ちょっとスピーカーの電源切ろうぜ。俺うるさいとこ嫌いなんだよな。人混みとうるさいとこ嫌いっていう、もうちょうど両方あるよ。あダニエル来たんか。パーティーの話をしてよかった。ブルックといい感じ。ブルックといい感じ、マジか。来たんだな。どうしたどうした。言われたおかげでこんなパーティーなんかに来ちゃったよ。楽しんでるか。よかった、ダニエルがその気になってくれて。ところでネイサン・プレスコットを見かけなかった。いやここに来てからずっとブルックと一緒だったから。大丈夫。あそうなんだ。思い詰めたような顔してるけど。いやー、まあ、ちょっとねって言っとくか。ちょっとね。うん、ちょっとパーティーって気分じゃない。まあな、極秘任務遂行中って感じ。わあお前分かってんな。でも終わりにしなきゃ、レイチェルのために。よくわかんないけど気分転換が必要そうだね。そうかもな。今度ブルックとポートランドに行くんだけど一緒にどう。いやーブルック嫌いなんだよな。ありがとう、私今は大事な用があるからこれで。まあまあ二人で行ってきた方が絶対いいだろう。きっと立派なアーティストになれるよ。いつか美術館で盛大にお披露目してみせるよ。かっこいいこと言うなお前。いやいいじゃんブルック。ブルックじゃねえわ。ちょっとトイレに行くところなんだ。また後でね。その割にずっとそこにいんだろお前。嫌いなんだよな。ダニエルとブルックがいい感じ。いい感じならいいけど。ブルックじゃない。ハックス、まさかこんなところで会うとは思わなかった。私も。ところでネイさんを探してるんだけど。ブルック、私は見てないよ。あんなやつわざわざ。めちゃくちゃみんなに嫌われてんな。あいつもクラブも大嫌い。なんでいんのじゃ。私もって言っとくか。私も
このパーティーでボルテックスクラブの歴史もおしまいになればいいのに。確かにな。そうなったら私も生成するんだけど。でもなんでパーティーにいんだよ。そしてあのなんか手につけてんじゃん、うんうん、キラキラのやつ。ダニエルと話してたから週末にポートランド美術館に行こうって誘われたの。ダニエルの目怖えわ。面白そうだね。ダニエルって美術館とか詳しそうだし。まあ私は科学の方が専門なんだけど、それしか取り柄のない女って思われる。なるほどね。そんなことないよ。ブルックは自分に正直で言おうとしてるだけ。みんなそうだって。どうしたの？悟りでも開いたみたい。有機と日食の影響で変な力に目覚めた。おお、お前さ、今なら察しがいいな。月が二つ。あー、聞いとくかこれ。お前詳しいしな。ドローンじゃあるまいし。ところで月が2つ浮かんでる空なんて今までに見たことある？もしあったら文字通り世界の終わりを確信してたよ。まあね。じゃあまたね、ブルク。今そうなってるけど、また、ね、来週一緒にドローン飛ばそう。おー、嫌な女。お前嫌な女。お姉さんの居場所を知らない。どこかに。ああ、まあそれはそうだろうな、絶対。来週の話はまた後でね。クソ野郎、とことん嫌なやつだな、お前。飲み物。エナジードリンクと炭酸ソーダ。パリピだな、本当に。お酒もどこかにありそう。コートにどうした？コートに一人で飲んでる。どうしたの？テイラーもビクトリアもいない。何かあった？あ、ルークじゃん。スカイウォーカー。楽しんでるね。どうしたどうした、ルーク。ルーク、久しぶり。マックス、やっと気を許せ。あー、なんだなんだ、話できるの、お前。元気になってんな。いやー、ここの連中とは付き合いに。確かにな、わかるよ。嫌な予感がするのよ。いや、そのなんとなく嫌な予感がするだけ。またケイトみたいなことが。ああ、ちなみにネイさんなら昼間見たよ。昼間か。顔に怪我してたな。やっとバチが。まあ、ウォーレンがやったんだけどな。実はね、ウォーレンがネイさんをボコボコにぶっ飛ばしてくれたんだ。マジかよ。そうなんだ、すげえんだよウォーレン。やってやろうぜ。何これ、どっちでもいいな。うわ、うるせえな。難しそうだね。プレスコットが町とボルテックスクラブを牛耳ってるの。そうだね。俺はボルテックスカルトって。ああ、なるほどね、面白い。ドレスコードだ、 VIP だ、何様のつもりだ。ネイサン様だよ。わかるよ。じゃあ私もう行かないと。ありがとう、ルーク。お前とは話が合いそうだ。こっちこそ。俺ケイトの件以来マックスのこと尊敬してんだ。ありがとな。そんな大したことやったわけじゃないんだけどな。友達をただ助けただけなんだ。わあ、すげえな。これプールに飛び込むとかできんのかな。できるわけねえか。何やってんの。なんでお前コサックダンスみたいなことしてんの。謎やな。はあ、どこ行けばいいんだろうな。なんかある。とにかく騒がしいだけなんだな、ひたすら。調べられる場所ねえな。ちょ、酔ってしまいそうだ、この場の雰囲気に。なんか走れもしねえしな。やっぱプールサイドは走っちゃダメみたいなルールあるからかな。ここ登れたりする？登れたりはしねえんだ。じゃあどうすんだ。まあ、こっちが行くんか、普通に。すげえことになってんな。あ、アリッサ、あ、またかよ、お前。ほんとドジっ子だな、アリッサちゃん。なに、こいつと話したこともなしになっちゃうレベルなの。やだよ。アリッサ、警告しよう。アリッサ、危ないよ。前、何？あー、危ねえな、ほんとに。まただよ。マックスは私の守護天使だね。まあな、そうなんだよ。本当に何度もありがとう。気にすんな、気にすんな。とりあえず、ルークともう一回だけ話しとくか。で、ここでショーン・プレスコットに聞いてみるか、なんか。むしろショーン・プレスコットは私たちを追い出したいんじゃない？かもな。それともファンエステートに詰め込む気か。あの親父とは試合で一度会った。すっげえ無垢。ああ、そうなんだ。この親にしてこの子ありって。なるほどね。わかるよ。じゃあ、あ、そうかそうか。よし、じゃあ行くわ。大して変わんねえんだな、ここは。なんだこれ。ビッグフットとカワウソか。趣味が悪いわ。まあ、アリッサも救えたことだし、まあいいだろう。他なんかやることあるかな。あ、なんか喋ってみるか。アリッサ、元気そう。お前なんでこんなパーティー来てんの。ここで会うなんて驚いた。本当にな。あ、いろんなこと聞けるな。姉さん、いや、そうか、待て。
次へってなんだ。助けられてよかったか。まあそれもあるが、まあケイトの話だな。ケイトが飛び降りるところだったっていうのにパーティーを開くなんて。そうだよな。みんなケイトが死ななかったからパーティーができるって喜んでるのかな。私はとにかくケイトがまた絵を描けるのが嬉しいよ。いいやつじゃねえか。おばさんも珍しく親身になってるし、それは良かったと思う。仇を打たないとって言っといたろ。私ケイトの仇を打たないといけない。こんなことかっこいいな。マックス、ダメだよ。何か知ってるんだね。顔を見ればわかるよ。説明しなくてもいいけど、手伝えることがあったら言って。優しいな、アリスさん。ありがとな。じゃあいろいろ聞きたいんだけど、まあボルテックスクラブについて聞くか。なんていうか、こんなパーティーに出るなんてきっと最初で最後だよね。そうかも。私はさ、今週かなりきつかったし、みんなが集まってるとこで気晴らししたかったんだ。ああ、そうなんだね。いろいろあったんだな。奴らばっかだ。まあな。まあでも一人でいるよりかはマシだよな。ビクトリアについて聞くか。アリサってビクトリアに絡まれないよね。私とかケイトとかと違う。なんでだろうね。殴られると思ってるんじゃない。ああ、そういうことか。実際殴ってやった方がいいかも。確かにな。アリサの方が強そうだしな。姉さんについて聞いてみよう。姉さんを探してるんだけど、どこにいるか知らない？ VIP ラウンジじゃない。あ、そんなあんの。 VIP って高級クラブだ。本当にな。ありがとう。アリサ、気をつけてね。マックスがいれば怖いものなんてないよ。じゃあね。助けられてよかったってちょっと言いたかったけど。アリサ。あ、何？今度は警告しに来たわけじゃない。わかるわかる。気持ちはわかるわ。あ、助けられてよかったよ。それにしてもよかった。またアリサを助けることができて。マックスはスーパーヒーローだよ。いつも私を助けてくれるし。当たり前だ。ロバート・フロストの詩みたい。どんな？聞かせて。また今度聞かせても面白いけどな。聞かせてくれる？いいけど語りは下手だからね。あ、いいよ。遠い遠い先の日に私は深く息をつきながら語るだろう。森の中で道が二手に分かれていたことを、そして踏み固められていない方の道を選んだこと。新しく進んだってことね。その選択が全てを変えたこと。なるほど。ありがとう、アリサ。今のは本当にな。引かれなくて安心した。いや、引かないよ、そんなんじゃ。いつもありがとう、ね、こちらこそな。みんながマックスみたいだったら、ここももっと良くなるのに。アリスさんもな。いつかそうなるといいな。面白いやつだな。そうだな、俺は今未踏の地に向かおうとしているんだ。前人未踏の。さあ、VIP ラウンジに行くとするか。何この光景、世界の終わりかよ。さてさて。あ、ドア、ここ開けていいのか。何これ、ケミカルライトって。つまんないパーティーの人。まあね。ここ入れんのかな。入ってみるか。あ、入っていいんだ、普通に。あー、めちゃくちゃ静かな空間。え、お前誰に今喋ってんの。気持ち悪いな。休めばまた飲めるかな。お前今マックスじゃんって言ったのに壁に話しかけてない。何これ、かわいいな、これ。そんなんじゃないよ。あー、そうか、スーパーマックスって書いてあるのね。でもいいじゃん、イラストかわいいじゃん。めっちゃ何怖えな。トイレットペーパー。そんなにトイレットペーパーで遊ぶの楽しい。まあ、酔っ払ったら何やっても楽しいみたいなとこあるからな。あれ何だったんだ。これなんだ。エナジードリンクとエバークリアのカクテルだ。今はそんな気分じゃないけど。面白い写真になりそう。なるかな。ああ、そういうことね。それは面白い写真になりそうだわ。なるほどね。まあ、ジャスティンはだいぶ好きだからな。これはなんだ。賛成。なんで書いてあるんだろうね。めちゃくちゃ酔っ払ってんな。大丈夫かな。お前誰と喋ってんの。それ鏡割れてるぞ。あれ、マックスじゃん。よ、ジャスティンじゃん。つまらねえパーティーにようやく救世主。ああ、なるほど、ありがとうな。楽しんでる。楽しんではない。なんかだいぶ出来上がってるみたいだけど、つまんなそうだね。ね。そもそもどうして来たの。他に行く場所なんてどこもねえからさ。だってよ、デーナも来てるし。まあ俺とじゃ。あ、まあまあまあ、あるわな、いろいろ。でも黒いも来てるぞ。クソつまんねえとも言えるわけですよ。なるほどね。デーナ、デーナに、まあ姉さんのこと聞いたら多分最後なんだろうな。デーナについて聞いてみるか。デーナとトレバーが一緒にいるのきついよね。きついな。カッコつけてクールでいようと思ったのにさ、
あいつらが一緒にいんの見たらなんか、いやいやもういいってそれで。お前は誰だってそうなるよ。わざわざ蒸し返すようなことを言ってごめんね。でもジャスティンは優しいから、きっとそのうちいい人が見つかると思う。見つかるって。大丈夫だよ。なあ、ちょっと今日変じゃねえか。なんか偉い余裕ない。あ、お前察しがいいな。鈍感な俺でもわかるよ。何かあったのか。とりあえず行かない行かない行かない。判断が鈍るだろう。うん、大丈夫。それよりもう行かないと。ジャスティンも外の空気に当たってきた方がいいよ。お前そのまま帰れ。さすがマックス、いいこと言うね。そんな言ってねえわ。ここにいても気が滅入るだろ。ああ、まあそうか、そういう意味じゃねえわ。でも一応スケボーでもやってくるか。やってこいやってこい。マジですぐ帰るって。ああ、マジか、聞けなかったな他の話。もう少し空気が落ち着いて。ああ、オッケーオッケーオッケー。わ、すごいな、みんなもう酔いつぶれてんじゃ、キモい音出すな。一枚残らず破って回りたい。本当だよな。わ、すごいねこれ。どういう状況なんお前。大丈夫お前、いつまでトイレやってんの。これはクロエかな。あー、キルザプレスコット。なるほどね。あー、なるほどね、ここ言ってんだ。ブラってやばいや。やだ、なんでこんなものが。じゃあもうなんか他のことし、大丈夫。みっともない。生きてんのこれ。出てきてくれないと一緒に入っちゃうよ。一緒に入っちゃえよ。怪しいことしてるか吐いてるか、その両方か。吐きながら怪しいことって気持ち悪くないか。まあそういう趣味もあるのかもな、わかんねえけど。行こうか。じゃあこんなもうわけわかんないとかな、痛くない。出る。わあ、音がうるせえわ。でもこっちの方が嫌だ。やだ、こっちの方が嫌だわ。やっぱり女ってバナー。あー、ビップルームね。ダッサ。よう用心棒 VIP とか言って。ほんとにな、お前いくらで雇われてんだよ。お前誰。 VIP ラウンジの受付どうしてコートニーじゃ。あ、確かにコートニーだったら抱き込んだろうな。中に入りたいんだけど。悪いけどこの先は VIP 専用スペース。わかる。悪いけど私はゲストなの。よく見て、あんたみたいなのが VIP リストに入ってるわけないじゃん。いや、ちゃんと確認しろよ。私はうざいな。入りたいならコートニーに行って。私代理でいるだけだ。コートニーどこにいんの。どうにかして VIP ラウンジに入らなきゃ。入りたいけどな。え、なんとかならんの。はあ、どうすりゃいいんだろうな。話ぐらい聞いてくれてもいいけどな。踊ってますね。あ、リッサか。お前いつまでぶん殴って。あ、コートニーか。どうしたのコートニー。コートニー何してるの。マックスどうしたの。スターは。まあそういうことだ。世界の終わりにようこそ。もっと早く来てくれる。ないない、なんかあったの。でも VIP ラウンジ。わあ、さすがコートニー、素敵。でもさっき入り口の人に入れてもらえなくて。あいつまた勝手なことして。ビクトリアにでもなったつもり。ありえない。コートニーそんな気に入ってくれてんの。堂々と正面から入りましょう。コートニー素敵。なんでそんな良くしてくれんのコートニー。私がマックスを名簿に追加しといたの知ってる。私の休憩中にマックスの邪魔して。ぶっ殺したれコートニー。行け。何勝手なことしてんの。潰せコートニー。待って、私はただ。もう遅い。あんたは永久除名。コートニー、なんでそんなマックスのことを気にかけてくれんの。おコートニー、え、ちょっと微笑んでない。まあ嫌なやつだったもんなこいつ。バカめ、そういうことだよ。あ、ありがとう。お前どいてくれたな。そういうことだから、お前そういうことだからね。 VIP ラウンジの受付どうしてコートニー。そう、ちょっとコートニーに話聞きに来てんの。お前すぐ戻るじゃんコートニー。何があったの。ビクトリアに嫌なことされたの。話聞くて。どうしたコートニー。あ、もう見るだけしかできないんだ。コートニーの機嫌を取るなんて私バカみたい。そうかな。コートニーいいやつっぽかったけどな雰囲気。まあいいか、 VIP ラウンジ入ろうと。 VIP だし、あ、なになに。
クオリティ。ノーファッキン。なるほど、よくわかんねえけど。よう用心も通るぞ。 VIP って、わ、すごいことしてんな。お前ら学生じゃねえのかよ。ボルテックスの顔なんだから絶対ここにいるはず。まあな。いやいや、お前みたいなやつと一緒にいたくないんだけど。静かにしても、ケイトと、ケイトからメール来てっから。どっからだ、これかな。今日は来てくれてありがとう、元気出たよ。ケイトの笑顔がまた見れてすごく嬉しかったよ。あなたは大切な友達だよ、私にとってもみんなにとっても。ウォーレントの映画楽しんでね。彼すごくいい人で必要だろうからって学校の本持ってきてくれたんだ。あったらハグしてあげて。そうする、また電話して。なんてどうでもいいことなんだ。でもケイトだから許す。何やってんのヘイデン。勘弁してよ。本当にね。ヘイデン、お前楽しそうやな。お前ヘイデンがまた絡んでる。弱いなら無理して飲まなきゃ。両手に放ってほどでもないしな。ねえヘイデン、見ろよスーパーマックスが。もう調子いいやつだな。お、出来上がってんな。悪い、ちょっとやりすぎたみたいでな、頭回らない。ガラクタが。とりあえず絶対やだね、お前みたいなよくわかんないやつと。私はいいわ。私はいい。硬いこと言うなって。ちょっとぐらい、いや、ドスケビジジイか、お前。あー、マジマジ、やだ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 。いや、しつこい男は嫌われるぞ。そうだよ。それで誰か姉さんを見てないの？そこら辺にいるやつに聞いてみれば。それともやっぱなってねえよ、お前しつこいな。ビクトリアだな。ビクトリアはどこ？さあ自分で探してくれよ。もうお前と喋ったの無駄な時間だったわ、本当に。なんて無駄な時間なのだ。人生楽しまなくちゃ。お前は楽しみすぎだわ、ちょっと。せっかくマックスとデーナがパーティーに来たって喜んでたのさ。説教するだけだよ。マドセンじゃねえ。マドセン。ああ、なるほどね。パーティーでケイトに起きたこと。本当だよ、お前。ようそんな感じでいられるな。姉さんに気をつけてね。俺には関係ないね。嫌なやつだな、お前。嫌いだわ。とにかくもう嫌いだわ。めちゃくちゃエロい女の子を寝てるよね、ここで。いい感じになんか光当たんねえかな。酔いつぶれてるのに誰も解放してない。本当だよね、大丈夫、こんなん誘拐されるやん。もう学んでないんだ。ちょっといい感じに光当たんねえかな。女って、まあいいか。サムネイルにしたかったのよな。テイラーじゃん。どうした、なんか楽しくなそうやな。いかにもボルテックスがあるって感じ。あ、そうなの。マックスじゃん。あ、そうか、ちょっと仲いいもんな。なん、どうしたのみんな。どこにいるのビクトリア。彼女も姉さんを怖がってる。いや、どんな風に怖い。いや、なんだこれ、両方重要そうだな。どんな風に怖いの。怖いってどんな風に。前から気味悪いと思って。まあな、まあな。面白いやつだけど周りのこと考えないでしょ。確かに。なのにボルテックスクラブに入りたかったの。私はただ家を出ていい学校に入りたかった。そういうことね。で、派閥ね。友達とパーティー。なるほどなるほど。あ、さすがお前優しい子だな、本当に。あー、まあ後でもう一回やるか。これどうして来たのって聞いとこう。どうしてパーティーに来たの。メンバーの義務とか。変な話だけど予感が。何の何の。これがボルテックスクラブ。お前能力持ってんの。お前も。そう、じゃあ私もう行かなくちゃ。気をつけてね。気をつけろテイラー、本当に。お母さんによろしく。ありがとう。今はもうだいぶ具合良くなったね。心配してくれて嬉しい。お前と友達になれそうなんだよ、本当に。この曲が終わったらまた話す。あ、本当、じゃあ終わらせようぜ曲。これでいいかい。よ、マックスじゃん。かわいいな、テイラー、ね、うん。で、反対方向見よう。彼女も姉さんを怖がってるか。ビクトリアの姉さんと仲がいいかもね。兄弟衣装っていうか、あ、そういう関係なんだ。なのにボルテックス。私はた
じゃあまあケイトは薬もらえたとか言っとくか。お前には前のパーティーでネイさんに薬をもらえたの。テイラーは今夜は。そうだ、本当に本当にな、お前は心配だわ。大丈夫、ネイさんがいるとき気をつけて。あ、しっかりしてんな。でもお前が心配だわ。そう、ありがとう。よかった、まあ、お前とは仲良くしていきたい。普通に可愛いし。ここは何、これ酸素キット、そんなんあんの。飲みすぎた人の役に立ったりして。本当にな、バーテン、食べ物、お菓子だけ。ボルテックスクラブにしてはケチだ。確かにバーテンイケメンだな。ボルテックスの VIP バー、お酒出してる、嫌だな。ヒーラー可愛いな、一人だけ。あ、ビクトリアおるやん。まあ後で喋るか。次のターゲットはビクトリア。ああ、そっか。教えてあげる。いや、そりゃ同じ女の子同士として教えるべきだよな。あ、ここ上がれねえんだ。かましたかったわ DJ。 よ、ローガン。ローガン、いい感じになるどころかダンスの相手も見つからないと思うよ。ああ、そうなんだ。そんな感じなんだローガンって。あれ、喋りかけれねえ。場所が悪いんか。顔見たかっただけなのに。ローガン、ちょっと話があるんだけど。ダンスの相手じゃないよ。いいぜ。でもその前に一緒に。嫌だよ。いや、いい。姉さんを見てない。なんだよ、ビクトリアもテイラーも断りやがるしよ。お前姉さんに会いたいのか。なんで。いいから教えて。いいから教えて。金目当てならあいつの親父を狙ったのが。いや、そういう話じゃねえんだ。このクラブの資金源だしな。 VIP ラウンジ様々だ。なるほど。ただのプールでしょ。で、姉さんは見てないの。ビクトリアに聞けよ。あいつなら知ってるだろ。なあ、なんでそっつめてんだよ。お前イケてるしさ、たまには話でもしよう。あ、私イケてる。いい加減にして。怒っとこ。こいつ嫌いだわ、なんとなく。デーナは妊娠した時。あ、そういうことね。じゃあ一番嫌なやつだわ。なのに見捨てた。最悪だな。で、今度は私。恥ずかしい。本当だな。きついこと言ってくれんな、俺。俺もデーナのことはマジで悪かったと思う。じゃあ今からでも責任取れ。どうすればいいと。どうすればいいか、お前そんなわかんねえのか。片っ端から手を出そうとするのをやめること。本当だよな。あとはあなた次第。よく考え。しっかりちゃんと考える。お前パーティーなんて出てる場合じゃねえぞ。ダニエルには二度と手を出さないで。じゃないと後悔するから。それじゃあ。ああ、なんか踊る気も失せちまった。じゃあな、マックス。帰れよ、お前なんて。クズが。あ、デーナだ。トレバーとデーナ、なんか変な踊りしてんじゃ。楽しそうな、ラブラブかよ。まあ、とりあえず。女王蜂発見。親友のビクトリアと話しとくか。ちょっと、なんであんたがここにいるわけ。